自ら重圧に向き合う。その中で新たなバッティングをつかむ。2007年シーズン終盤戦、イチローは激しい首位打者争いの最中にいた。一人のバッターがイチローの前に立ちはだかっていた。マグリオ・オルドニエス。3割5分を超え、打率トップに立っていた。Seeing the ball really good. I'm healthy, I'm feeling strong, and I'm being, I guess, lucky too. 9月7日、その男との直接対決を迎えた。わずか一輪差で追うイチロー。イメージ通りに体が動かない。対するオルドニエス。変化球を捉え、センターを守るイチローに打ち返した。さらに第3打席。イチロー、最後の打席。この日は結局ノーヒット。差を広げられた。試合後、イチローはロッカールームで一人考え込んでいた。裸のまま、しばらく動かなかった。まあ、今日は岩田さんも一人できたんで、それを一つのものできなかったということで。まあ、ちょっと辛いというか、重圧がイチローの技術を微妙に狂わせていた。3日後、イチローはシアトルに戻った。一気に調子を上げ始めた。5打数2安打。その3日後、3安打の固め打ちを見せた。探し続けていた新しいバッティング、その手がかりが見つかったのだろうか。試合後それを尋ねると、イチローは不思議なことを言った。まあ、目に見えない部分っていうのは今の僕にとってかなり大きなものを占めてるんで、まあ、そこですからね、これからの課題というのは。目に見えるところにあればそれほど難しくないですよ。見えないから難しいですよ。9月16日、イチローは最後の遠征に出発した。アスレティックスとの3連戦の初戦、マウンドには球界を代表するピッチャー、ヘイレン。相手エースを打ち崩した。その日の夜、今イチローがつかみかけている目に見えないものとは何か。
深夜1時、イチローはカメラの前でそのことを話し始めた。僕はストライクゾーン、いわゆるストライクゾーンってありますよね、ベースの上を通る。ストライクゾーンだけもし打つことができたら、僕よりヒットを打てる人はいないと思うんですよ。間違いなく僕が一番ヒットを打てる。でもわけのわかんないボールに手出したりね、ダメだこれ手出しちゃダメだって言って手を出すことがいけないんです。これがなくせるんじゃないかっていうことなんですよ。でこの感覚を得れば今までの技術なんか必要ないな。要は無駄な技術を駆使する必要がない。普通に打てると思った球を打ちに行けばヒットが出るということなんですよね。イチローはとんでもない悪球に手を出すことが少なくない。人並み外れた技術と反射神経を持つがゆえに悪球でも思わず反応してしまうのだ。重圧がかかればよりその制御が効かなくなる。自分を抑えきりストライクだけを打つ。そのための感覚を今掴もうとしていた。あそこの空間でしかわからないことって必ずあると思うんですよ。バッターボックスでしか感じられない感覚、まあ匂いだとか雰囲気だとかね、あそこでしか生まれないものってあるから厄介なんですよね。9月19日、Ichiro at 352. If he gets a base hit here, it'll get him to 354 and he'll overtake Maglio Ordóñez. But 0 for 4 and he's at 353. Goes away. 3打数2安打。イチローはこの日ついに一輪差で打率首位に立った。残り試合は11。最後の遠征地アナハイムに入った。いつもは流れるように進む練習、じっと考え込んでいた。ヒットが出ない苦手とする数少ないピッチャーシールズがいた。空振りを誘う内角のボール球、バットを止めた。しかし審判はバットは回ったと判定した。イチローはこれまでにない猛抗議を行った。大事な何かがそこにあった。この日オルドニエスに首位打者を明け渡した。その日の夜、イチローは応援に来た友人たちと食事をした。話が首位打者争いの話題になった時だった。あともう要するに240打とう、もちろんって言い方あるかもしれないけど首位打者は狙う、当たり前じゃん。首位打者を狙うと断言した。残り10試合で16本ヒット打てば、まあ、間違いなく取れるでしょう。その上を行かれたらもうこれはどうしようもないんで。あ、
そういう考え方になるよ。そうだから10試合で16本を打つプレッシャーはちょっと感じた。それは感じる。少なくともなんとなくそういうの感じ始めたんだよね。いやもちろんですよ。バリバリに感じてか前打席ですよ。はい、シーズン最後のオフの日、イチローは何かを確かめるようにバットを振っていた。首位打者を狙うと言い切ることなどこれまではなかった。イチローは確かに自ら重圧の中に飛び込もうとしていた。首位打者争いは近年まれに見るハイレベルな戦いに突入した。イチローは固め打ちで3割5分をキープ。2001年以降3割5分台でリーグ首位打者を逃した例はない。しかしオルドニエスはその上を行った。打率を3割5分9厘まで上げてきた。4試合を残して差は9厘。どう考えたってあと4試合でしょう。4試合でどうでしょう。2本ずつでは間に合わないんで、まあ最低 3-3-2-2 でしょうね。可能性が生まれるとしたら 2-2-2-2 ではおそらく無理でしょう。追い詰められたイチロー。しかしイチローの逆転勝利を信じて大勢のファンが連日セーフコフィールドに詰めかけた。4打数1安打。オルドニエスとの差は縮まらない。残り3試合。イチローは2安打で打率3割5分。しかしオルドニエスはさらに爆発した。打率を3割6分に上げた。マスコミはイチローの首位打者は絶望的になったと報じた。しかしイチローはまだ諦めていなかった。ファンの人、自分の生活の一部を捧げて見に来てくれてる人に背くことなんてできないでしょ、僕らは。だって その人たちがいなかったら僕らの存在意義だってないんだからね。だから僕らも何かを犠牲にする、自分の生活の何かを犠牲にするっていうのは当然のことですよね。もう後がない。161試合目。イチローはいつものように球場に入った。今日は決勝戦になりましたけれども、整理をした中で、今日の第一打席、3つまでで終わるでしょうね。終わるとしたら可能性が出るのもそこまでだし、というふうに考えてます、最低ヒット3本、
その可能性が消えた時、この戦いは終わる。第1打席、レフトフライ。もう凡打は許されない。第2打席、三遊間を抜いた。初めて重圧と向き合うと決めた16年目のシーズン。向き合わなければ手にできない何かがある。ツーストライクと追い込まれた。イチローの戦いは終わった。次の回、守備位置のセンターに向かった。しきりに後ろを振り向く。イチローの目には涙が浮かんでいた。全日程を終えた翌朝、イチローがロッカールームを片付けにやってきた。こんなのがあったの知ってた？これと共に1年間ね、僕は戦ってきたんですよ。どうですか？いや、まあ、試合前にね、こういう感じで、やっぱりこういう感じになるでしょうね。いい技ですから、なんて言ってまあね、これもお疲れ様でしたと。矢沢さんも過去の自分を捨て新たな境地に挑んだこの半年、イチローは何を掴んだのか。その掴みかけてた感覚っていうのが、まあ、具体的なね、技術ではなかったと僕は今思ってます。
自分が打席の中で感じている感覚、見えている景色、これは過去のものとは全く違ったものだと僕は感じたので、ようやくスタートが切れたなっていう感じですね今。